たび一のというお店をすることとなりました。ママをさせていただきますともこです。よろしくお願いします。お客様も女の子も居心地が良くてアットホームなお店作りを目指していきたいと思います。女の子たちが楽しく働けるというのが一番。女の子の笑顔でお客様も楽しく過ごせますので、サークル仲間のように気軽に楽しくお仕事をしていってほしいなと思っています。まだメンバーは一人も決まっておりませんし、みんなの意見をどんどん取り入れて姫路で一番働きやすいお店にしていきたいと思っています。周りからよく真面目すぎとかいつも一生懸命言われています。話しかけやすいと言われる方だし、多分すぐに打ち解ける方だと思います。でも反面心配性で器用な一面もあったり、人見知りしてしまったりシャイなところがあります。もともと私はクラブに10年間ほど勤めてたんですが、その時夢だったベビー用品のネット通販のお店をお昼夜掛け持ちの頃も含めて14年間してきました。お昼の仕事夜の仕事それぞれの大変さもダブルワークの大変さも分かるつもりです。どんなお仕事も楽しくなくては意味がないと考えています。だからスタッフの皆さんにも辛い思いはしてほしくないと思ってますし、体を壊すような無理な働き方はもう絶対してほしくないなと思っています。お酒はもう全然飲めなくても大丈夫です。私自身ほとんどお酒は飲めませんし、今までお酒は飲まずに夜のお仕事をしてきました。お酒が好きな女の子は体調や翌日のことを考えて無理のない程度に飲んでくださいね。歌もですが、歌いたい方は歌っていただいて、歌いたくなければ歌わなくても大丈夫です。私の方は歌が本当に苦手で、歌ったら故障とかされちゃうことの方が多いです。未経験の方でも大丈夫です。わからないことは何でも聞いてください。一から丁寧に教えますし、初めての方はおしゃべりができないのが当たり前です。あとお客様も穏やかな常連様がメインになってくると思いますので、その点も心配はないかなと思います。お客様自体が女の子とお話をしたいなと思ってご来店くださることが多いので、大体お客様の方から話しかけてくれます。徐々に会話も進むようになるかなと思いますし、どんどんお客様と仲良くなっていけると思います。私もそうなんですけど、おしゃべりが苦手で人見知りタイプなので、最初はお客様のお話を聞いてるだけでしたし、なのでおしゃべりが好きなお客様のお話を聞いてあげてください。はい、希望のシフトで働けます。働き方は自由に決めていただいて全く問題ないです。ご自身のライフスタイルに合った働き方が OK なお店です。先輩スタッフがいなくて、私も含めみんな一緒のスタートとなります。初心者の方でも自分らしさを発揮してのびのびと働いていただけたら嬉しいなと思っています。未経験者から経験者の方まで活躍できる環境を作っていきます。お客様と仲良くなれる方法をみんなで考えながら、私も含めてスタッフ全員で成長していけたらいいなと思っています。こんなことを言ったらお客様に怒られちゃうかもしれませんが、私はお客様より女の子の方を大切にできるママになりたいなと思っています。些細な悩み事も聞かせていただきますし、面接の時でも気がかりなことがあれば何でも質問してくださいね。一緒に楽しいお店を作っていきましょう。ご応募お待ちしております。